子どもたちの興味や疑問、将来の夢を応援する子ども夏大学が今日から沼津市で始まりました。はい、2秒待つ。これ止まってるでしょ。で、2秒経ったら進んで。3秒待ってた気がする。吉原工業高校の生徒たちが子どもたちに教えているのはロボットを思い通りに動かすプログラミングロボット体験です。今日から沼津市のプラサベルデで始まった子ども夏大学には東部地区の30を超える学校や企業、団体などが参加し、さまざまなブースを展開しています。沼津東高校の生徒たちはドライアイスやシャボン玉を使ったサイエンスショーで子どもたちの人気を集めていました。この他にもパトカーや白バイ、自衛隊の車両などに乗る体験もでき、親子連れでにぎわっていました。子ども夏大学は明日も開かれます。